まずは愛役の高橋理恵さん、声優ユニットイヤホンズのメンバーでありリーダーでもあります。主な代表作はこの素晴らしい世界に祝福をのめぐみん役、リ・ゼロから始める異世界生活のエミリア役や、フェイト・グランド・オーダーのマスキリエライトの2代目として活躍しています。個人的にはこの素早リゼロから一気に頭角を現した声優さんだと認識していますね。高橋さんは高校時代にアニメ甲子園2010-2011ボイスアクト部門優秀賞を受賞した後に2011年8月第5回 AT1 オーディション特別賞を受賞、2012年3月の高校卒業と同時に AT1 プロデュース付属の養成所である AT1 アクターズスタジオに入所と、トントン拍子に進んでいったいわば天才のそれです。ですが声優デビューは2013年7月放送のテレビアニメステラ女学院高等科 C 級部の女子 C 役というモブからのスタートでした。意外にも最初から主役ではなかったみたいですね。その後は順調にキャリアを重ね、2016年3月に第10回声優アワードで新人女優賞を、2022年3月に第16回声優アワードで助演女優賞を受賞をしています。そんな輝かしい実績を持つ高橋さんですが、意外にも幼い頃になりたかった職業は歌手で、声優を目指したきっかけは毎週欠かさず見ていたアニメ日暮らしの泣く頃にのキャラクター北条さとしの声を聞き感銘を受けて、こんな役を演じたいと意識したことから始まったそうです。役を演じる際にはまず演じるキャラクターを構成する要素を書き出し、アフレコ現場でそれが合っているかどうかを確認する、その上であとは感覚で芝居をするという徹底ぶり、また役を演じる前にそのキャラクターが好きなものを食べることを心がけているとのことで、高橋さんの声優としてのプロな一面が見えますね。愛称はリエリーやリーちゃんと呼ばれることが多く、現在では一般的な愛称として親しまれているリエリーはイヤホンズの活動内で新たに名付けられた愛称である。イヤホンズのメンバーの河野まりかさんと長久幸さんとは普段から仲が良く、その他の交友関係も愛坂優香さん、上田玲奈さん、大橋彩香さんたちがいます。余談ですが、自他ともに認める中二病であり、学生時代にはポエムを書いていたそうで、自身が出演しているテレビアニメ「この素晴らしい世界に祝福を」では自身が演じるめぐみんが使う魔法爆裂魔法の詠唱を自分で考えていたそうです。まさかあの意味不明な中二病全開のフレーズを高橋さんご自身が考えていたとは驚きですね。それから本人曰く、その詠唱一つ一つに自身の思いや意味を込めているんだとか。続いてアクア役の大塚武雄さん、幼い頃からゲームが好きで母親とも一緒に遊んでいたが、当時はまだ声優という職業にそこまで意識はしていなかったとのこと。高校生の頃に深夜アニメにハマったことがきっかけになり、本格的に声優という仕事を意識し始めるようになる。だが中学生の頃の夢は学校の教師になりたかったそうで、高校生になると自身がスポーツをしてきた家庭からアスレティックトレーナーなどのスポーツ関係の仕事を目指すようになる。声優を目指す転機になったのが大学4年生の時に就職活動の時、進路について悩んでいた大塚さんは、自分が本当にやりたいことは何なのか、今まで自分が夢中になったことは何だったのかを再認識した結果がゲームやアニメだった。その流れで職業としての声優が浮かび上がってきて、迷いは一気に晴れて自分の将来像が見えたそうです。そこからは日本ナレーション演技研究所を経て現在のアイムエンタープライズに所属。2016年アニメアマンチュで野球部 B 等のモブ役で声優デビューを果たすと、2018年8月公開の劇場版アニメ四季折々の上海恋にてリモ役でアニメ初主演、2018年10月放送のテレビアニメ風が強く吹いているにて倉原翔役でテレビアニメ初主演を務めました。その後の2020年3月8日に第14回声優アワードで新人男優賞を受賞という完璧な流れをたどってます。交友関係としては天崎浩平さんとプライベートでも仲が良いとウェブラジオ僕たちもフレンドですよねのアカウントで公言しています。次にルビー役の囲碁間ゆりえさん、今後の活躍が期待される超大型新人さんですね。
実はイボマさんはルビーがほぼデビュー作と言ってもいいほどの新人声優さんで、今回が初レギュラー作品でメインキャラクターという大抜擢されました。ですが原作者の赤坂アカさんやプロデューサーの山下新平さんはほぼ満場一致で決まったと語っており、決め手となったのは十分な演技力に加え、アニメのオーディション自体に初参加だったイボマの緊張やひたむきさ、いわゆる新人感が新人アイドルであるルビーに重なったことだったそうです。その後は2023年4月より文化放送超 A&G プラスにて A&G ネクストステップホープの水曜パーソナリティを務めています。イボマさんが推しの子キャストに決まるまでは新人声優さんということもあり、ツイッターのフォロワーも300人程度でしたが、キャストが発表されたことや赤坂アカさんからのお墨付きということもあってか、一気に1000人まで増加するという出来事もありました。2023年6月現在では1万人を超えています。そんなイボマさんのデビュー作品は意外にもオーディオドラマ「その初恋は甘すぎる」の同僚役、アニメではないにしろみんなが通るモブの道なのでしょうか。好きなことはお肉やテーマパークということで、自身のツイッターにもたびたび焼肉の書き込みがあったり、ディズニーに遊びに行った様子がアップされています。次は有馬かな役の半めぐみさん、同じく声優である半恵子さんを母に持ちます。半めぐみさんの代表作はハンターハンターのゴンフリークス、ハピネスチャージプリキュア、野代ゆき姫、キュアプリンセスなど有名作品のメインどころを演じています。2017年第11回声優アワードで助演女優賞を受賞するなど素晴らしい活躍をされています。意外にも芸能界デビューは声優ではなく女優としてでした。2008年映画桜の園の一般公募を経て日本大学芸術学部演劇学科在学中に和田遥香役で女優デビューをします。その3年後の2011年、日本テレビ系のテレビアニメハンターハンターの主人公ゴンフリークス役に抜擢され声優デビュー。オーディションでは100人を超す参加者の中からスタッフの満場一致で選ばれたほど。ハンターハンターの原作は小学生の頃にハンさんが初めて小遣いで買った漫画で、アニメも毎回見てグッズも持っているほどのファンであり、記者会見の時には歓喜は待って涙を流すほど嬉しかったんだそうです。そのせいか番組開始から3年以上経った2014年時点になっても現実感を持てないことがあり、ずっと私眠ってるんじゃ夢を見てるんじゃないかと語っています。それほどまでに信じられない出来事だったことがこちらにも伝わってきますよね。趣味はお菓子作りや料理教室に通っていたりと女性らしい一面もあります。カラオケも趣味の一つですが、友人と一緒にカラオケに行ってもそれぞれで別の部屋を借りて人からをするんだそうです。次はメムチョ役の大久保ルミさん、ツンデレっぽいキャッキャした声が特徴の声優さんですね。主な代表作はフェイトシリーズのエリザベート・バートリー、スイート・プリキュアの調べアコ、キュアミューズ、ゆるゆりの吉川千夏が挙げられます。どれもメインどころの役で、一時期はどのアニメのスタッフロールにもいるじゃんとびっくりした覚えがあります。そんな大久保さんの声優になったきっかけは、卒業後の進路として好きな漫画アニメゲーム全てに携われるという理由から声優を目指すことを決めたそうです。その後一生安泰ではない職業である声優になるか迷った時期もありましたが、 81 オーディションで受賞したことで認められたと感じて声優になることに決心がついたそうです。デビュー作はささめきことの好み役、その後の2011年1月にはテレビアニメフリージングで初のレギュラーを獲得、アニメハッピーカッピでテレビアニメ初主演に抜擢されます。2013年3月1日第7回声優アワード新人女優賞を受賞、吹き替えや舞台にも立つなど声優という枠に収まらない活躍をしていますね。当時の声優さんにしては珍しく写真集も出されていますので、興味のある方はぜひチェックしてくださいね。尊敬する先輩は当時同じ事務所に所属していた加藤恵美里さん、彼女とは先日の初主演作であるハッピーカッピで共演したほか、2012年11月に行われた彼女のライブにゲストとして参加しているほどの交友関係がある。デビュー当初真水が飲めなかったことで有名で、おまけに好き嫌いが激しい偏食家でもある
また小柄で華奢な体型の上に童顔であるため未成年に間違われて補導されかけたことがある。プリキュアに関しては平成生まれで初めてプリキュアを演じた声優でもあります。なお演じている最中は正体を明かせない役柄だったため周囲から何かといじられ続けたそうです。また最終クールではラスボスの役として中尾流星さんが参加したが、中尾さんは大久保さんの学院時代の師匠であり師匠の目の前で演じることになったため普段とは別の緊張が生まれたと語っています。最後は黒川茜役の岩見真中さんです。最近注目の若手声優さんですね。主な代表作は馬娘、プリティダービーのライスシャワー、ただくんは恋をしないのテレサワーグナ、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件の椎名真昼などおっとりとしたゆるふわな癒し系の性質が特徴ですね。デビュー作はオリジナルアニメの月が綺麗の宮本愛羅役です。声優という仕事を知ったきっかけはゆらららだそうで、中学生の時に見たあの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの本場メイコ役の茅野愛さんの演技に心を打たれ、声で人の心を動かせるようになりたいと思い声優を目指すようになりました。その茅野さんとはさよならの朝に約束の花を飾ろうで共演を果たしています。当時は滑舌が悪かったため他人よりも早く声優の勉強を始めないとプロにはなれないと考えた岩見さんは声優養成所に通うことを許してくれなければ高校には行かないと宣言して父親を説得したそうです。その後プロフィット声優養成所卒業、2016年よりプロフィット所属として声優活動を開始し、2018年劇場アニメさよならの朝に約束の花を飾ろうの牧屋役でキャリア初主演を飾ります。2019年には第13回、2018年度声優アワードにて新人女優賞を受賞しています。かなり真面目な性格で養成所のレッスンを受けるために高校の修学旅行には行かなかった逸話があります。一方ネガティブ思考が強く自己評価を低く見る傾向にあり、スタッフから演技を褒められてもなかなか自分でも素直に喜べないタイプのようです。幼い頃からピアノを習っていて、小学校時代は演劇クラブ、中学時代は吹奏楽部、高校時代は放送部に所属していました。趣味は散歩、読書、特技はチューバ、耳を動かすことというちょっと変わったこともできます。アニメ推しの子は新人声優さんから各作品でヒロインを演じられたベテラン声優さんまで幅広い方が登場するアニメで、作品も面白い中声優さんの演技もとても良くて毎話見るのが楽しみな作品の一つですね。これからもこのチャンネルでは声優さんにフォーカスして動画を作っていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。